はい、皆さんこんにちは、整体院ワードです。今日はですね、院長の恥ずかしい話をちょっと聞いてもらおうかなと思って、あるでしょ、恥ずかしい話。恥ずかしい、ありますね。ある、はい、じゃあそれ後で聞くわ俺ターンをやるわ、はい、一旦俺ターン終わったらお前のすごいの聞くわ。じゃあそうね、もう20代前半の頃の話なんだけど、ものすごい夢を見て、めちゃめちゃうなされる夢みたいな、もう本当にうわーっつって、でもうすごい切羽詰まってんのよ、夢の中で。ほんで切羽詰まってうわーっ叫びながら起きんの。だいぶやばいでしょ。やばいっすね、結構な悪夢でしょ。でうわーって叫びながら自分のパンツビリー破いて中身ブリーン出してえぇーっつって起きんのよ。どんな夢見てんすかで、こうポロンしてんの見て衝撃が走って何の夢か忘れちゃうわけ。でもこうパンツを握りしめてんの、こうグーとかじゃなくてこっからパンツの身をビリーンしてんの。いやこれは、あ、なんだこれってなるじゃない。あ、なりますね。まあ相当驚いたんですよ、自分は。で、いやーこれ参ったなと、でせめて何の夢だったか思い出したいな、思い出したいなってずっと考えてた、でもまあ同じ夢なかなか見ないでしょ。見ないっす。見ないでしょ。それは見ないっす。でも見たくて気になってしょうがないから、パンツを引き裂いて中身を放り出す夢っていうのは何なんだろうと思って、まあ1週間後ですよ、同じ夢見たんですよ、はっこれって思って、で夢の中に、でまたすごい恐怖だからなんだかわかんないけど、めちゃくちゃ追い詰められてるわけ。でまたうわーってなって、それでうわーって叫んで、またバリンやめてボリンボロン、何したんだ俺っていうそこまで叫んだから2回同じことやってるじゃん。やばいっすね。2回同じことやって2回同じ光景を見たからショックすぎて、2回かってショックすぎて全部忘れたパンツが1個いくらあっても足りないじゃないですかそれあのね、パンツ過渡期っていう時代があったんですよ、ご存知ですか。いや知らないですね。で今、まあ当時はね、ブリーフかトランクスしかない、はい、ね、はい、でそこからちょっと進んでいくとボクサーパンツって言われるのも出てきたんですよ、はいはいはい、ちょっとね、ももの方まであって、まあカルバンクラインが出して、なんかあのマーキーマークとかにね、白人のラッパーが宣伝してすごい世界中でブレイクしてね、日本だと木村拓哉が入って、はいはいはい、ね、ズボンの上からちょっとカルバンクラインみたいな出してね、で今は、まあ、まあブリーフ、トランクス、ボクサーパンツ、そして今時代はボクサーブリーフっていうのは結構多いんですよ。もうちょっとタイトめ、はいはいはい、でボクサーブリーフとトランクスの中間がボクサーパンツ、俺の中の住み分けね、はいはいはい、そういう風になって、でブリーフはお笑い用でしょ、はいはい、でそのブリーフがもう生存競争に敗れちゃって、トランクスしか売ってないわけ、パンツが、はいはいはい、じゃあ白いブリーフ履きますかって言ったら、もうまた過ぎて白いブリーフないじゃん。だから結構必死で探してカラーのブリーフを履くんですよ。だから希少価値のあるやつをたかが夢ごときで2回もバーン引き裂いて、ああ俺のパンツがみたいな、防御力ゼロ、何も守ってくれない。ほんであまりにもショックで、あ、もうなんかもう一体どうしちゃったんだろうと、もうちょっともう自分が自分で亡くなってるから、もう怖いなと思って、お父さん相談したんですよ、ちょっとさ、つってちょっとつかぬことを聞きたいんだけど、もうなんだよ、なんでも聞いてみろ、俺と同じだからそこは、なんでも聞いてみろ、
実は俺夢にうなされてパンツ引き裂いて起きたんだよ、あみたいな、それを2週連続やったっつ、あそうか、だいぶ溜まってんな結論、だいぶ溜まってんなこれですよ。なるほど、そういうことですよ。そういうことです。あ、20代前半だったんで。ああ、でも僕はね、うん、恐怖の夢を見てんだよ。そうですよね。そう考えられる、そういう怖い怖い夢見て、どんなシチュエーションがあったらパンツ引き裂いて中身を放り出すの。一番怖いのは朝見て自分の股間だから、ね、ボロボロだから、だから相当追い詰められてるのか、普通布こうグーってやったら簡単にちぎれないでしょ。うん、パンツだってそんなにさ、そんなペラペラの生地じゃないから、トランクスみたいに伸びない生地だったらまだなんとなくわかるけど、バーン引き裂いてるからね。だからポルーン何これみたいな、やばかったでしょ。やばいっすね。まあね、これあの YouTube を見るのキッズが多いらしいんでね、たとえね怖い夢見て、パンツビリビリに引き裂いてね、目覚めてびっくり2週連続ってやったとしても、今こうやって元気に生きています。それではご視聴ありがとうございました。